おはようございます今日から月曜日と火曜日を担当する杉浦瑞希です皆さんの生活に寄り添えるような情報を精一杯お伝えしていきますので今日からよろしくお願いいたしますではここから4月4日月曜日の東京インフォメーションです 小・中高校生向け英語動画教材サイト東京グローバルスタジオに幼児期から学べる英語動画教材シリーズが新たに掲載されました新たにサイトに掲載されたマジカル・イングリッシュ・スクールは幼児期から日常的に英語に慣れ親しみ小学校第3学年からの外国語活動への興味関心を高めることを目的に作られた教材です Hello hello everyone. hello, hello, everyone. H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 ow are you? I fine, thank you. And you? 特徴は。 日常生活の中で英語に楽しく自然な形で触れることができる歌やゲームを動画で紹介しています red. Red. I、like、red. 動画は登下校編体操ダンス編給食編休み時間編 お掃除編の全5本が掲載されています。ウェブサイト、東京グローバルスタジオ内のマジカルイングリッシュスクールのページからどなたでも視聴できます。また、サイトには動画の中で取り上げられた単語などを扱った付属資料も掲載されています。 とは、製造業などの中小企業に対し、経営の安定化を後押しする専門家派遣の申請受付期間を延長しています。専門家派遣が延長された支援は2つあります。1つは、製造業などの企業活動に必要となる部品・原材料の入手が困難になるなど、サプライチェーンの維持・確保に関わる経営課題に対応するため、 中小企業診断士などの専門家を派遣して経営安定化の支援をするもので申請受付期間は来年の1月31日まで延長されました対象は東京都中小企業振興公社が設置するサプライチェーン維持・確保にかかる特別相談窓口で経営相談を受けた後専門家派遣が必要と認められた中小企業ですもう1つは 原油価格高騰に起因する経営課題に対応するため専門家を派遣して経営安定化の支援をするもので申請受付期間は6月30日まで延長されました対象は東京都中小企業振興公社が設置する原油価格高騰等特別相談窓口で経営相談を受けた後専門家派遣が必要と認められた中小企業です どちらの特別相談も東京都中小企業振興公社総合支援課電話0332517881平日の午前9時から午後5時まで受け付けています都は都内宿泊施設に6日間連続で滞在しテレワークできる取り組みを支援していますこれは、 社会と家族を守るための宿泊型テレワークによる BCP 事業継続計画の支援事業です利用できるのは都内在住または在勤で個人事業主を含む企業などで働く人で同居人がいるまたは通勤に公共交通機関を利用している人です利用できる宿泊施設は区部が三十施設 地域が10施設あり客室数は各施設1日10室の合計1日400室で利用料金は1泊2000円です利用する場合は宿泊施設のホームページで宿泊プランを確認して事前に予約してください利用当日までに誓約書と利用確認書を用意しチェックインの際に在住・ 財金を確認できる書類の提示とともに提出してくださいさらにチェックアウトの際には実施報告書の提出が必要になりますこの支援事業の宿泊プラン提供期間は今月三十日土曜日のチェックアウトまでです詳しくは産業労働局のホームページをご覧くださいここまで東京インフォメーションでした